真田十勇士の中の忍びの一人で、まあ、一見クールなんですけど、まあ、自分はすごい熱い人だなって思っていて、まあ、葵ちゃんっていう役の子がいるんですけど、その子 のことになると親心というか守ってあげたいみたいな気持ちになってる気がします。はい、やっぱ自分の才能を出したいっていう気持ちもあるので、台本をもらって読んでみて、でそれで、まあ、才能はどう思うのかなとかいろいろ考えたりしてやってるので、まあ、気にしてることっていうのはあまり思ったことはないかもしれないです。やっぱ魔界はなんかそのいろんなジャンルの方が、まあ、音楽のスペシャリストの方がいたり、まあそのまあ、プロレスラーがいたり役者の方がいたりで、全体の空気というか、なんかそういうのがなんか一体になった時、なんか例えばそのアクションシーンとかで曲に合わせてアクションをやるんですけど、全体的にかっこよくいったなとか、まあ、誰かいい場面で決めたってなって時にはかっこいいなってなって、時になんかうおーってなります。ちょっとやっぱ魔界ってなんか唯一無二な存在だと思うんですよ。他に全くないものだと思っていて、なんか可能性がやっぱりあると思うので、もう本当にいろんな方にどんどん見てもらって、知ってもらって、その大きい存在になって行くんではないかなと思ってます。はい、好きな場所ですかね。まあ、なんか好きが詰まった場所というか、自分がもともとやっぱり女優さんになりたいっていう夢があって、やっぱ今も変わってなくって、その芝居がやっぱりこの場所でできるっていうのと、やっぱり今までやってる格闘とかプロレスの存在もすごい活かせる、しかもみんなキャラクターがかっこいいっていう、だからすごい魔界、私にとって好きな場所です。はい、女優さんになりたいというか、そういう仕事を増やしたいっていう思いもすごいやっぱ自分の中であるので、そこを頑張りたいっていう気持ちもそうですし、まあ、魔界がそういろんな人にこの存在を知ってもらいたいっていう気持ちもすごいあります。はい、私の好きな場所、魔界。皆さん見に来てください。